皆さんこんにちは。今回は、北朝鮮問題についてお話をします。で、ご承知のように、シリア攻撃を、アメリカがやりました。で、これも、ちょっと唐突な感じもします。で、今このことについて、その日本はというか安倍首相は、すぐにですね、賛同理解するというふうに、メッセージを送りました。世界に対してね、イギリスとフランスは、賛同して、支持すると言いましたけども、ドイツなどでは理解するという言い方なんですね。で、多くの国は理解するという言い方、そしてもちろん、ロシア、中国はですね、これは国際法に違反する、で、違法である、で、独立国、主権国に対する侵略行為であるというふうに、強く抗議をしてます。で、これやはりそのサリンを使ったから、化学兵器を使ったから攻撃をするっていうのは、これはなんとなく感情的にはわかるかもしれませんけども、その違法なんですね。はっきり違法なんです。今、カルビンソンですか、空母弾を、送って、で、さらにもう一つは、ニミッツ級の、空母を送っております。で、そういうふうにですね、2つの、空母船団を送るというのは、非常に大規模な、戦略なわけですね。というのは、一つの空母の戦略団っていうのはですね、攻撃機を、50機以上搭載して、それをカタパルトでもうどん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 その打ち出すことができるわけですから、とにかく非常に大きな戦力があるわけですね。それを、2機と、2艦とですね、そしてさらに、核爆弾を搭載した、原子力潜水艦も、連れておりますし、あとですね、ちょっと難しい言葉ですが、強襲揚陸艦という、よく上陸舷艇でですね、あと兵士と、戦車が上陸していくシーンありますけど、あれを積んでる大きな戦艦なんですね。4万トン級ぐらいの、こういう戦艦もですね、2隻連れてるわけですね。だから、こういう状況で、その北朝鮮の周りにそれを、持っていくということで、北朝鮮としてはですね、4月15日がキム・ウィルソン、おじいちゃんですね、それの生誕105周年というふうな記念日がある。で、記念日の前後に必ずデモンストレーションとしてですね、そういうことを、核実験とかですね、より長距離のミサイルの、発射実験をしてきてるわけですから、まさにそれを今やらんとしてるわけですね。で、それに対して、それをやると、もう、オバマ時代と違って、わしは許さんぞというふうな睨みを今聞かそうとしてるわけですね。で、実はその船団が、朝鮮半島を取り巻くのが、4月25日だそうです。で、実はですね、まことしやかに、4月25に到着をして、27日に、北朝鮮を攻撃するという情報がかなり広がってます。その北朝鮮が何かをする、それに対して、アメリカが何かをする、で、それに対してアメリカに対してですね、報復攻撃はできないわけですね。アメリカまで届きませんからね。で、その一番、短い射程のものがノドンっていうんですけどね、その一番射程の短いノドンでも日本には届くわけなんですね。で、その上にですね、テポドン、ムスダン、テポドン、改良型というので、一番遠い距離を飛ぶ改良型も、実はそのワシントン、ニューヨークには届かないわけなんですね。ですから、その前はアメリカの一番近いところに、ポーンと飛ばすよりはですね、むしろアメリカにとっても、近隣諸国にとっても困る韓国と日本を射程に入れることは簡単ですから、それをやる可能性があると。で、そうなった場合に、これはもう大変なことなんですね、日本。ところがね、私は非常に危惧しているのは、その安倍首相がトランプさんにわざわざ電話をかけてですね、今回のシリア攻撃を支持します、そして日本はそのアメリカの決意を、理解してます、賛同してますと言ってるわけですね。で、このですね、この称賛は、トランプを、背中を押すわけですよね。その押すというのは、日本はあれだけ覚悟してるんだから、あれだけ褒めてくれてるんだから、アメリカにその報復の、北朝鮮からの報復の爆弾が届いたって、安倍首相は
その理解してると言ってるんだから覚悟してるんだろうということになっちゃうわけですね。今回はですね、非常に大きなミスだと思いますね。ここは皆さんぜひ注視しておいてください。